全然いいですよ。別に今日だってばそんな急いでないし。いいじゃないですか、この癒されるよこの田舎の風景は。でもさ、これ山陽山陰一応に言えるんだけどさ、はい、あの家がみんなこの立派なの、ね、田舎の家が、あ、瓦屋根のバリッつるじゃんか、そうそう、これはねびっくりなんだよ。屋敷みたいな、あ、城みたいな作りじゃんね、一軒一軒がさ。いや、この辺の家はねすごいいいですよね。っていうか張り合うんだろうね、またな。それはあるかもしれません、ね、うちだけしょぼいわけにいかないでしょって。なんか全部ここら辺ちょっとしたことが全部広まりそうですよね。まあね、一夜にして一夜にして。ダイダさんはもともと出身は長野、長野県人ですね。親父が警察だったから長野県の中を結構転勤して歩いてんですよ。だから土着の長野県人じゃないんだよね。くるくる回っちゃってるもんだから、いつの間にかそのなんとなく本源がなくなっちゃったんだよね。生まれは諏訪湖ですね。諏訪湖の温泉でお湯を使ったってやつですよ。いいですよ。あ、まあ、焦んない、あの急ぎじゃないんだから。焦って事故っちゃった方がいいない。いや、まあいいじゃないですか。こんななんてさ、本当に一生縁のないとこだと思ってましたけどね。初めてです。もう あることも知らなかった。次はと思ってましたから、まあ、もうたまに泊まるけどみたいな、そういうレベルだよね。あれですか、あの、何ですか、メンバーさんの、うん、あったっていうか、そう、そこにメンバーいるんだよね。のお寺の主っていうところのご住職が、まあ、ある意味、まあ、俺 の, そのすごいあのシンパシー感じてくれてて、豊田さんとか言って、わーとか言って来る人なんだよ。俺あんた大好きだーとか言って。ガンガンやっちゃってくださいよっていう人で、でそこでミーティングさせてもらうとすごい、まあ、居心地がいいわけですよね。うん、全然話変わるんですけど、うん、さっきあのお金入れるところであの簡単に開けれたじゃないですか、うんうんうん、でこれもしまずくないですかって言ったら、いや大丈夫ですみたいな感じだったでしょ、うんうん、で昨日酔ったじゃん、あの学会は本館の時に荷物を持って、はいはい、そんな会員のことも信じられんようなところにあった酔ったじゃん。でそれを思い出して私、うん、ここは、まあ、行員さんのことみんな信じとるけん、うん、でもそういう例えば何かをしたら全部自分に返ってくるじゃん、いいかじゃん、うん、そうそんなの分かった人しか、まあ、それがね、まあ、ちゃんと仏法を習えば全部因果じゃけん、いやだからってね、あれだよ、まあ、今のお寺様はそうだけども、はい、本山なんか行けばやっぱり貴重品はもう一切見るから話しちゃいけませんって、あ、まあ、アナウンスするよ。あ、だから俺は思うに、まあ、見てきた経験から言っても、はい、ホッケ怖いんだからってみんな善人じゃねえぜ。あ、まあ、そらそうですね、うん、入ったばっかりの人なんかだって善人になる修行まだしてないし、それから修行の仕方がずれてれば何年やってたって善人にはならんし、ね、うん、あと1年3000だから、うん、10回ゴムってことはどんな命も出現してくるからね、ってことはどんなに修行を積んだ人だって一瞬でバッてそういう悪い命が出るってことだってあるし、それはもう何ですか、織り込み済みっていうかな、そういうもんなんだっていう。でもおっしゃる通り悪因悪果だから悪いことやれば自分にあの戻ってきちゃうよね、はい、だけどそれをすら信じないバカもいるから、だからここのお寺さんの信徒が善人だってことよ。あ、まあいい人だって言ってたもんね、この界隈の人はみんないい人ですよって。私もそうなんよね。でも学会はさ、むしろ逆に善人探す方が大変って感じだよね。もう、そうなんです、本尊が狂うとことごとくそうなっていっちゃう。その人たち全員そのものが悪いんじゃないんだよね。10回1年3000だから
悪い本尊、悪鬼が入った、魔が入った本尊で運営していくから、そこに縁する人たちがみんなその悪い命が引きずり出されちゃうわけですよ。だからああいう人たちだって正しいご本尊様の前に連れてくれば、今度は仏界が出現したり菩薩界が出現したりしていい人になってる時間が長くなるわけだよね。なりきるってことはなりえないから。いや本当に私もいい人なんていないって思っとった方がいいんだなってすごいこう感じたことがあったんです、学会の中で、うん、この人はいい、まあ、表面はねそれは繕いますから、うんうん、あのいい人だとかって信用したりして、まあ、広い目にあったりとかして、あでももういい人なんていないって思っとけばちょうどいいんだなって、うん、しみじみ思ったことがあったんですよね。まあ世間や学会やそういう方法はもうほぼそうだよね。あそうですよね、うん、心底信じきったらもうやけどするっていう、うん、でもだから気をつけなきゃいけないのは法華経でも一応それは同じなんだよって用心しとかないとね、はいはい、よく法華経の中でもさ、それこそネットワークやったりとかする人もいて、現金だけどね、はい、法華経員同士でもそういうのは現金なんだけど、それでも陰でやる人もいて、まあ、それも長い経験見てきたけど、みんなおかしくなってるね。あ新人も新人も生活も、まあ、生活も、うん、それはそうですよね、うん、純粋にね、純粋にやんなきゃダメだよね。不純物を入れたら結局純粋なものもみんな一緒になって汚れちゃうから、はい、だから純粋性っていうのが一番大事だよ。すごいなぁ、本当にこの出たとこ勝負って人生が楽しいじゃないですか。何が起こる、毎日何が起こるかわからないっていう。だから私もそういうのがすごい好きで、うん、同じ同じ、俺もダメ。自分もこうやっぱ自由にって言ったらおかしいけど、私もこのまま向いてないよ、うん、あの雇われてっていう、そういう決まった時間に決まった、うん、そうそう、うん、まあ本当にそれはもうオーバー通りだよね、タイプですよ。もうガキの時からそうだったよね。縛られるのが嫌ってことですか。そう、まず命令されるのが嫌だ。それから拘束されるのは嫌だ、うんうん、ルーチンが嫌い。あーはーはーはー、同じことを繰り返すことがもうすぐ飽きちゃう、うん、とかね。だからさ、キッなんか見てると俺ほんと尊敬するぜおばさんすっげえなーって毎日同じ、あのしかも品数も大してないわけだからさ偉いなーって思うんだよなー。とってもじゃないけど俺できねえなーで、世の中はそういう人たちいろんな中で回ってんだなって。あまたさ、そういう人たちはその、まあ、外してね、はい、逆に言うとその変化が逆嫌いって人もいるからね。あ変化に弱い人もいますよね、うん、ルーチンで安心するという。だそれはそれでやっぱり世の中持ってるんだなと。あそうですだからまあそれがオーバー通りだよね。